皆さんこんにちは、まいこです。今日は参ったという言葉を勉強しましょう。参ったは大きく分けて2つの意味があります。1つ目はとっても困った、もうどうしようもないという意味で使います。2つ目は試合などで負けましたという意味で使います。では実際の例文を見てみましょう。1つ目、困った、どうしようもないという時の例文。うわー、今週ずっと天気予報が雨みたい。うわー、参ったなー、こんなに毎日雨じゃ洗濯物が全然乾かないよ。今日は休日だし混んでるねー。いやー、15時間間に合うかな。もうこの渋滞には参ったよ。2つ目、試合なので負けましたという意味で使うとき。うわー、もう走れないよ。もう終わり？まだ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 走るよ。もう分かった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 、もう無理、参った、勘弁してよ。ねえ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 、腕相撲しようよ。私と腕相撲？いいよ。せーの、わー、参りました。皆さんいかがでしたか？参ったの使い方わかりましたか？ぜひ皆さん日常生活で使ってみてください。それではさよなら。